ポケットモンスター、劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションミュート、波動の勇者ルカリオ、劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションミュート波動の勇者、ルカリオは2005年7月16日から公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第8作である。当初発表されたタイトルはミュート波動の勇者であったが、後に本作で 初公表となるポケモンルカリオが加わったミュウと波動の勇者ルカリオが正式タイトルとして発表された本作は劇場版ポケットモンスターシリーズで初めて伝説幻のポケモンのいずれにも属しないポケモンを目玉とした作品である今作も前売り券を買うことにより GBA シリーズのいずれかの作品でミュウを入手することができたためか前作の 約160万枚を超える、約175万枚の売り上げを記録。観客動員数は393万人、国内興行収入は43億円を記録する。2005年の年間邦画ランキングでは2位の成績を残した。本作は、回想形式ではあるが戦争を描いた作品である。そのため、スポーツである、ポケモンバトルとの混合を回避しなければならないことも、 あってか、初期設定では武器を装備したポケモンがイメージされていたが、最終的には鎧を装備している。その一方で、シリーズ内では珍しく、サトシたちと明確に対立する存在が登場しない作品でもある。数百年前、オルドラン城は戦争に巻き込まれる危機に瀕する。城と運命を共にすると誓う女王の元から、その城に使える波動を使いアーロンは、 デシノルカリオの元へと立ち去るが、戦いが始まろうとしたまさにその時、世界の始まりの木に、光が灯り、戦いは防がれるのだった。現代に至り、アーロンは城を守った波動の勇者の伝説として、語り継がれ、オールドラン城ではその年の勇者を決めるための、ポケモンバトルの大会が催されていた。その大会へ参加したサトシは、見事優勝し、優勝者にのみ握ることの許された。 アーロンの杖を手にする。すると突然杖に光が灯りアーロンの弟子であったはずのルカリオが飛び出してきたのだった。詳細は個別記事かアニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。月刊コロ,コロコロコミックに漫画版が掲載された。作画は伊原ラ月活。ありがとうございます。